こんばんは。こんばんは。10月16日午後7時になりました。364回ですね、しゃぶくり松代の時間です。今日の松代なんですけども寒かったですね。全国的に寒くてね、北海道はなんかね冷夏氷点下になったみたいですね。氷点下4度かですかね。長野も寒かったです。雨も降ってますね。冷たい雨が降ってます。皆さんね体調悪くされた方もいらっしゃると思うんですけどもね、まあお気をつけいただきたいと思います。今帰りましてですね、夕刊持ってきたんですけども、ちょっと夕刊もねあんまりいい記事ないですね。特にその3面記事のところはですね、アメリカ絡んでますね。25年前にねその、大学生でしたっけね、あの銃で撃たれちゃったんですね。服部さん、銃のないアメリカにということで訴え続けていると。でそれからヘリこの間墜落して、炎上したですね、その記事が載っております。あまりあのポジティブなニュースは載ってません。ということでね、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、松代中学校の校長先生、中澤喜一さんにおいでいただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日寒かったですね。寒かったですね、はい、もうベスト着てねちょうどいいですよ、はい、ということで、中澤さん、その薬師陣をとうとうにね、松代中学校と東尾中学校ですか、はい、あんまり聞き慣れない名前なんですけどね、東尾中学校のなんかその瓦が見つかったと、はい、いうことなんですけども、それはどういう話なんでしょうか。はい、ちょっと画面に写真を見てもらいたいんですけども、はい、薬師寺なるにあるんですけど、薬師寺の東東の瓦、うん、今解体修理をしてるんですけど、その中に、この瓦に刻まれていますが、松代中学校と東尾中学校と、あ、これが東尾中学校ですね。東尾ですかね、はいはい、でこちらが松代中学 校、はあ、この刻まれた瓦が今見つかったということなんですよね。これは瓦ですね。瓦の写真なんでしょう、はいはい、あの東東の瓦です。はあ、はい、東東っていうとこれですか。そうですね、うん、これあの薬師寺の前景になりますが、うん、手前が東東ですね、はい、奥が斎藤ですね。斎藤、はい、斎藤さんですね、はい、わかりました。はあ、わかりました。あの薬師寺といえばその修学旅行でね、その結構面白いお話してくれるっていう住職さんがいらっしゃるという有名なんですけども、ね、はい、あの今年もちょうど修学旅行行ってきまして、お坊さんの話を聞いてきました。ああ、まあ、面白かったですか。まあまあですかね。あ、まあまあですか。はい、以前のが面白かった気がしますけど。あ、まあ、はい、そうですか。あ、そちらでねだいぶ受けてますね、はい。ご住職の話聞いた皆さんじゃないですかね、受けてますね、はい。ということで、この東東なんですけども、あの斎藤と比べて東東の方がだいぶ古いんですよ。そうですね、うん、薬師寺の中で、東東が一番古くて、今現存する中で、うん、東東の中では、非常にこう古い塔ですね、はい、国宝になってますからね、はいはい、江戸時代もっと、ま、もっと、そうですね、江戸時代、これはだいぶ前ですね。あ、もっと前ですね、はい、弥生式時代ですかね、はい、わかりました。はい、いいね、はい、ということですね。その薬師寺なんですけれども、その東東とですね松代中学校がそのつながったっていうのはどういうことなんですか。はい、今平成の大修理を薬師寺10年間かけてやっているわけなんですけれども、その平成の大修理で今東東を全部解体工事をしています。うん、先ほどの瓦はその東東東のこう瓦を1枚ずつ、うん、外していく中で、その瓦の中から鉱面が書かれた瓦が見つかったということなんですよね。うん、はい、でたくさん瓦があるんですけども、うん、ですね、359枚だけこう、うん、学校面が書かれていたあの瓦がありまして、長野県の小中学校高校の名前だけが残されていたということなんですよね。うん、その中にまあ、本校の松代中学校の名前と先ほど言った東尾中学校の名前が書かれていた瓦が見つかったということなんです。うん、はい、この東東なんですけども、だいぶあのなんだしん、なんていうの、身長じゃねえ、あの高い、あの背が高い、高いですね、高いっていうのは、はいはい、なんですか、あの背が高いって言っちゃいけないけど、その建物自体が
だいぶ背が高いということなんですけども、ね、高さがなんだその高いということなんですけども、どうなんですか、あのだいぶ日本の中でもあの、ね、結構高いので有名なんですか、はい、現存する中では、うん、あの非常に高いので、うん、江戸時代以前に作られた、うん、あの塔としては当時の五重の塔や、うん、甲府寺の五重の塔、まあ、大五重五重の塔に次いで4番目の高さということですね、うん、はい、それでこれが今のあそうですね、これが塔塔ですね、ではははは、あの今ちょっとそこに東尾中学校と阿蘇中学校ってこう名前入れてありますけども、うん、その部分から、ね、見つかったということであります、はい、うん、ちょうど真代中学校は二重の南側ですね、うん、東尾中学校は二重の北側から見つかっていました、はい、これは三重の塔なんですよね、これ三重の塔ですね、三重の塔、みんな知りますよ、五重の塔って間違えるんですけど、もこしっていうのがついてますので、六重の塔に見えるけど、はいはい、みんなそれよく問題にされますね、お坊さんの話で、はあ、はい、なんで三重なんですか、もこしっていうこうスカートみたいなのがこう瓦の塔についてるんですけども、要するに庇みたいなやつがついて、建物全体を守ってるっていう感じになりますかね、はあ、はい、一応これ三重ですね、はい、まあ風から守るというか、まあ、風は守れねえけども風雨なんかにはからは守れる、ね、ということなんでしょうかね、はい、ああ固有の塔はなんか結構ありますね、あの30なんか県内にもね50とか60に見えて30、はい、実は30の塔で、安楽寺はそうですか ね、はい、そうなんですよね、はい、同じですよね、そうですね、わ、はい、かりました、でその瓦なんです、これは永田さん解体する前です ね、前の塔ですね、今はあれですか、じゃあこうシートがかぶって今工事中、はい、今ここに修学旅行で写真があるんですが、こんな感じですかね、あこれが工事中だ、工事中ですね、ちょうど今全部この左のところの、はいはい、左の方をちょっと写してもらうと、あ逆です、ね、そうですね、あこのビルみたいのが、はい、そうですね、はい、灰色で覆われたところが今とうとうですね、全部今解体工事してますので、はい、あじゃあさっきの写真は修理する前ですね、前ですね、はい、修理する前でも綺麗ですね、綺麗ですよ、ね、はい、素晴らしい高校ですね、まあ、素晴らしいですね、はいはい、そうなんですか、でその瓦は今300っていうのはお話だったんだけども、全体では何万枚、口まらない何万枚ってあるんじゃないですか、ね、3万3600枚っていうふうに言われてますね、はい、やっぱり国宝だからこうこんな風にガキガキやったんでパワーシャブルやらないで1枚ずつ1枚ずつ手で外してくるんですね、はい、外してくるんですね、大変な作業ですよね、はい、これ先ほどお話していただきましたけどだいぶ何年もかけてやってるんですよね、10年ですね、あ、はい、10年計画で始まってやってますね、はい、そのぐらいかけないとやはり、うん、そうですね、国宝ですからね、ま、ちゃちゃちゃってはできないでしょうね、元の姿に戻さなきゃいけないので、うん、はい、そうですね、はあ、すごいですね、その東条中学校と松代中学校の名前が入ってたってのはそれどうして、多分あれですかね、昭和25年、まあ、戦争が終わってあたりでこう奈良の、まあ、寺社の方も修理に知事のお金がなかった頃だと思うんですよね、その時にやっぱり自社の方もこう寄付を募ってこの修繕をお願いしたいということで全国に寄付を求めたんだと思います、あの大変な時代だったんでしょうね、はい、大変な時代だと思います、まあ、戦後10年ぐらいですからね、ああなるほど、はいはい、雲の食えねっていうような時代でしたんですね、はい、それであれですか、どうしてその松代と東尾がつながって全国に、全国ですね、全国に呼びかけた、はいはい、全国に呼びかけていましたね、そうすると全国の名前が入ってるんですか、え九州から他に、いえいえ、あの名前が入ってるのは長野県下の小中高校の名前だけですね、はあ、はい、それがすごいですね、359枚長野県の名前だけが入ってました、それが長野県なんですか、はい、ってことは長野県とのつながりが当時からすごくあったすごくあったところですね、なんか話によりますと、はい、訪れる奈良の都を訪れる修学旅行生の態度が非常に良くて、うん、長野県が非常にこう良かったということで長野県の学校に多分呼びかけたようですね、あ、はい、やっぱりその
つながりっていうか、いい地域だからちょっとつながりたいというようなことだったんでしょうか。ね、そうでしょうね。はい、だから長野県の名前だけが入ってるんだと思いますね。なるほど、はい、その一つに本校と、まあ、新御所中学校の名前があったということですね。はい、いやそういうことでしたら本当に名誉なことですね。ですよね。ありがたいですよね。本当になんか修学旅行行っても見たくなりますよね。はい、まあ、今はあれでしょう、長野県から行ってもその工事中は見せてくれないんで。見せてくれません。見せてくれない。見せてくれません。見てもしょうがないか。はい、はい、全部取り外されてますので。はい、ああそうか、取り外されてるから見てもしょうがないですね。はいはいはい、化粧を落とした、すっかり落とした彼女みたいなんであまり見ない方がいいかもしれないですね。なんて言っていいか。ああだだ。いやいや、あのこういう名詞言ってるやつが大事ですよ。あの、はいはい、彼女ですからね、あっちの彼女こっちの彼女ね、はいはい、私と思ってる人いないと思うんで大丈夫だと思いますけども、はい。でそのどのぐらい瓦が300何枚なんですけども、結構その地域の人たちも負担したんでしょうかね、その寄付するっていうことも。そうですね、あのまあ、子どもたちに、まあ、当時のリンゴを1個買うお金を、うん、でこう集めたんだってこう聞いておりますけども、はい、そうするとあまりその高額を寄付したわけじゃないんですね、はい、みんなで集めて、お金を集めて多分寄付したんだと思いますね。あ、はい、そうすれば、まあ、今で言えばリンゴ1個でしたら100円から300円ぐらいですかね、1人そのぐらい出したと思いますね。じゃあ、はい、まあ、大したあれじゃないですよね、金額的には。でもまあつながりもってね、がはい、すごいですよね、うん、はい、本当にね、先ほど申し上げましたけども、はい、名誉なことでね、だから信州の子どもたちにこう感謝して一個一個の名前を刻んでくれたんだと思いますね、はい、ありがたいことだと思います、はい、やっぱりお声をかけてくれることと、それからきちんとね、さっきあの瓦に彫ったんですよね、名前書いたんですよね、そうですね、彫ったあったですね、はいはい、やっぱり刻むっていうか彫ったっていうことはそれだけこう親密な関係というか、そうです、ね、向こうも誠意を持ってね、はい、やってくれたんだと思うんですけどもね、はい、はあ、それで今回のこの話っていうのは工事だということでお話があったん、あの今回の瓦で、うん、何枚かこう使えなくなったものは、はい、各学校に戻されるっていうことだったんです。あの、使えないものはやっぱりそのところに戻して、うん、その寄付した学校に戻すっていうことが行われました。うん、で本校は戻されなかったんですよ。いいからだった、はい、また国宝の一部として本校と東小中学校の瓦、うん、もう一回国宝の屋根になるということであります、はい、国宝にねまた戻るという、はい、その変な言い方すると壊れて戻されちゃったっていうところはあまりいいからじゃなかったっていうそういうことじゃないの、ね、そうですかね。いや、いい高い瓦、いい瓦だったらもう60年ですか、60何年、うん、70年近く前の瓦でも壊れなかったということは、その高いか、いやよくわかんないですかね、安い瓦、高い瓦、はい、よくわかんないんですけども、はい、いい瓦だったんで残ってたんでしょうか、ね、残ってたですね。壊れた、またこれ国宝になるので、うん、60年か70年ぐらいは多分東塔の屋根の一部になるんですね、うん、なるんだと思います、はい、それはやはりあの何ですか、文化財文化部、文化財文化部じゃないや、文化財の文化財課の人たちがやっぱり吟味っていうか点検して、これはあと60年70年使えるっていう想定で使ったんでしょうね。はい、多分そうと思いますね。戻された瓦見てもそんなに壊れてるものなかったですね、はい、本当にその瓦を、中学校の名前が入った瓦を使うということと、またもう一回 ね、外したけれども、はい、またもう一回国宝になるというのは、いや本当名誉なことです、名誉なことだと思います。ただですね、またこれから60年70年先にまた同じことが繰り返されると思うんですけども、うんうん、そうですよね、多分私は生きてないですよね多分生きてないですよね、はい、いやそんなこと言わないで、あのどんどんあと150年200年ってお願いしますよ、吹き出しちゃったんですよ。なので中学生にはねこの話を伝えておきたいなというふうに思ってはいるんです、はい、で松戸中学校ってのはこれでどういう帰ってきたのもあるんですか。いや松戸中学校はみんな2枚ですので、あ、はい、あのまた東東に一部になります。あ、はい、そうなんですか。あ、
いろいろこの話であれですか、松代中学校では知ってる人いますかなんていう話はしたですか、はい、子どもたちや PTA の方に話をしまして、ええ、民選会とかなんかでも話を出してるんですけども、一向にこの当時のことを知ってる方はまだお見えになってないですね。あ、はい、そうですか、はい、やっぱりこれからも古風の国宝の一部になるんで、薬師寺と、町の中学校はまた密接な関係になりますね。はい、つながっていきたいですね。わ、ね、はい、かりました、そろそろ、ね、時間になってしまったんですけども、長澤さん最後にね、松代の人はもちろんですね、これを見てる皆様方にその一言なんかありましたらお願いしたいと思うんですけども、はいはい、今ちょっと話をさせていただいたんですけども、このことをこう当時知っている方がおられましたら、この話をつなげていきたいかなというふうに思っています。ぜひまた連絡いただければありがたいなというふうに思いますが、よろしくお願いします。はい、はい、以上です。あ、よろしくお願いします。今日は本当に先生お忙しいところありがとうございました。どうぞ、ありがとうございました。言われちゃったからどうしよう、ね、うん、もう始まってるよ、始まって始まって、いや三田さんって言えなくなっちゃったね、はいはいはい、けさみさんっていうか、けさみさん、あ、ちょっと違う、あ、ちょっと違う、大丈夫大丈夫、あんまり大丈夫、調子悪いな今日、うん、ちょっと飲みすぎたね、はい、いやいやいや、違う、はい、風邪ひいちゃった、はいはい、あ、そうか、はい、ですね、真っ白地震観測所ね、これがね21日、10時とね1時と、2回なんですかね、見学会っていうのをやりますね。毎年やるんですけどね、はい、今年はね21日、はい、これ予約申し込んでいただかなきゃいけないんですけどね、これはね気象庁のね、地震観測所の気象庁の、長野観測、気象庁か、あそこに、申し込んでいただくっていう形になりますね、はい、それでもって午前と午後と分けるような形になります、はい、それともう一つこちら、はい、ね、真っ白地区青少年育成委員会っていうので、はい、講演会があります、はいはい、サンホール松代なんですけどね、はい、まあこれもちょっと松代の生まれの方っていう形なんですけども、演題がね、より幸せな日本の未来社会を創造できる子どものなんていうのこれ、はい、資質をね育成するっていう、そういうちょっと難しいお話なんだけど、難しいお話だろう、うん、だけどもやっぱりちょっとね、青少年育成という形で、はい、こういう宴会やるのでね、サンホール松代、はい、これは28日土曜日午後2時からです、はい、そういうことでお願いします。はい、はい、それでは来週、はい、来週、いよいよね、来週の予告をお願いします、はい、これね来週面白いよ、はい、婚活なんですよ、お縁結び、お、ね、いいじゃないですか、皆さん出てください、うん、神に引き寄せられ出会う2人の物語ね、うん、すごいです、神秘的でしょ、ね、こういう人ね、神に、うん、水上神社でやるんですって、うん、パワースポット、ね、素晴らしいよ、祭りの人あんまり知らないけど、いろんなところからねこの怪しい水上山に来るんで、あそこパワースポットは皆さんご存知でしょうか、うん、私らもそうなんだけど、もっといろんなとこからね来るんです、はい、町歩センターも自転車貸してくれなんて来てるんで、うん、電動だからいいんだよ、うん、そうです、で今回ねこういう縁結び松代実行委員会っていうのでやるの、牧野さん、うん、あの、ね、協力隊の、はい、協力隊のね、うん、この人もちょっと小松井だね、そうですそうです、まあ、いろんなことやってらっしゃるんでね、ぜひまた参加していただければいい、水上山の何神社でやるんですか、あ、神社でやるんですって、はい、どういうふうにやるのかねちょっと、うん、お聞きしようかなと思って、はい、そうです、そんなことです、よろしくお願いします、はい、はい、それでは来週のしゃべくりまつろ、どうぞお楽しみに、はい、お楽しみに。松代はあなたの街、しゃべくり松代、またね。